Millions of years ago, the mitochondria began to live silently within our bodies. It seems that the parasites have only to live among us. Or do they? よろしくお願いします。どうも、ご無沙汰しております。はい。僕もですね、最初にゲーム化のお話があったときにすごく驚いたんですけど、まずそのスクエアさんがやってくださるっていうことと、それからパラサイトイブをですねやってくださるっていうことで非常に驚いたんですが、坂口さんの方としてはその、僕の小説をですね読んでくださって、どういったところにですねゲーム化になるかなっていうところを感じられたのかっていうのをぜひお伺いしたんですね。ちょうど FF7 が終わって、映像を主体にした何かちょっと未来を見据えた形で、進化の途中ではあると思うんですけども、新しいものを作ってみたいということで、そのハリウッドにオフィスを作ったばかりでしたから、企画はいくつか出ていたんですけども、やはりねその時にこう一番ショックだったものとか、自分の中にこう打ち込まれたものをやっぱり作るのがいいなというのがきっかけですね。じゃあちょうどその時に読んでいただいたっていうおかげで、もうタイミングはバッチリ。ありがとうございます。やはりゲームウォーカーはじめとしてですね、僕も資料を実際見せていただいたのはこういう雑誌がほとんど始めたのと言いが多かったんですけども、でやっぱその時見た時にすごくいい意味で非常に衝撃的でしたよね。主人公はなるほどこういう人なんだ、舞台はこうなんだっていうのを分かった時にですね、これは逆に非常に新鮮な面白さが出てるかなと思って、すごく面白い感じになるんじゃないかな、その時すごく思いましたね。自由の女神に雪がパーッと降ってるだけでこう色気がありますよね。そうですね。なんか、せっかくですから、そのミトコンドリアがこう、ね、核に対して氾濫していく、なんか自分のこう中にある恐怖じゃないですか。それをこうもう一つ別の雰囲気の中でね、出せたらなと、ちょっと反対されるかなと思ったんですけど、でも怒っちゃったよみたいな。いやいや、そうなんじゃないですか。結局ハリウッドの映画なんかでもすごくニューヨークを舞台にした、
まあ、ホラー映画ってたくさんやはりありますけど、僕もあの CG を見せていただいてですね、むしろそういったイメージがものすごくこう投影されているようなところもあったりしてですね、あの非常に僕なんか面白いなと思いながら、あの見させていただいたんですけどね。もともとはやっぱり実写に合成してきたようなあの経歴の人間たちですから、そういった意味では今回のね現実世界のリアルな、しかも世界っていうのが、まあ彼らの今までの技術にぴったり合いましたんで、まあそういう意味ではあのうまくね、なかなかハリウッド勢とゲームっていうのはくっつきづらいような、まあプライドもありますし、そういった意味ではその設定がうまくフィットしたことで、ああいった映像ができてきたのかなと思いますけど、あとあの、まあ、これは聞いていいのかどうか分からないですけど、例えばその小説の中だと、まあ、マリコちゃんっていう女の子が出てきてですね、それが、はい、あのお父さんから腎臓を受け取りまして、はい、その臓器がですね、やはり自分のものなのか他人のものなのか分からないっていうことからまた恐怖が、はい、あの出てくるっていうところなんです、はい、そういう事故と非事故とかそういうようなところもあるんでしょうか、どうなんでしょうか。まあ、どちらかというと共生の部分に、はい、もしくは進化の部分に焦点を当てた作りになってますね、はい、じゃあ進化の話とかやはり共生の話がストーリーの中にも入れていただいて、そうですね、はい、何かこうね、あの小説よりもこうミトコンドリアの進化系が出てきたりすると、面白いかなと。なるほど。出てくるかどうかは知らないですけども、面白そうですね。一応ノーコメントなんですけど、あ、そうですその戦闘自体のその CG の何かうまい新しい作り方とかそういうのもあったんですか。そうですね、まあ、一つ今までと違うのは、あのそのまま画面を切り替えずに戦闘に持っていこうということと、まあ、あとはあの全体のシステムの話になるんですけども、はい、やはりこうストーリーとその戦闘をしていくことの楽しさっていうのをこうどう混在させていくかっていう時に、まあ、最初はストーリー寄りでいいのかなと、はい、ですからこうストーリーですとか映像を見ていくうちに、あっという間に終わってしまう、ただその後こうゲーム的にいろんなことが起きてですね、今まで自分がこう組み合わせの面白さですとか、その戦闘時のタイミングの面白さですとか、そういったことがこううまくなっている状態でさらにのめり込むと。じゃあ何回も何回もやり直しができて、そうですね、はい、パラサイトっていうような、はい、遊ぼうっていう方はそのストーリーで引きつけられて、さらに次にちょっとこう行こうとしてくださると、さらに面白さが待っているんでね、エンディングで終わらないゲームだということですね。分かっていただきたいなと思います。パラサイトイブってあの今までと違うあのものをやりたいという思いですとか、そうですね、あるいは今後どういうふうにそれを発展させていこうと思ってらっしゃるかというのをお聞きしたいんですけど、あの FF7 を、ね、作るときに、はい、あのやはり大容量ですとか、はい、そういった CG を使った3次元の表現ですとか、そういったことでものすごく新しい可能性が見えてきて、そういった意味で新しいパラサイトイブっていう素材に変わったことで、あのさらにこう新しい方向性を突き詰めるためにいろんなこう試行錯誤ができましたし、まあそれがいい意味であの入っているのかなと思うんですけども、うん、あの最終的には何かあの別のジャンルのこう名称ですね、いただけるようなところまでこう進化もしくは変化していきたいなと思ってますけど、はい、いわゆるそのまあシネマティックといいますか、その映画並みのね、演出っていうものを持ち込めるんじゃないかなと。ただまあ完全にその演出だけされた映像でしたら、まあそれは映画ですから、もしくは映像でしかありませんから、やはりそこにユーザーが何らかの形で関わっていく、だからさらに演出されたことで感情が動くっていう、もう一つこう高い次元の感情の動かされ方って言うんでしょうか、まあ、何かそういったことができたらと思うんですけど、はい、我々はだから実は今までそういう感動っていうのはあの、まあ、ゲームの中ではあの培われてきてるわけなんですけれども、まだその映画的な感動となおかつそのおそらくゲーム的な感動がミックスされたような状態っていうのはなかなか体験したことがないんだと思うんですね。そうですね、はい、でだから我々がそういう体験したことのないような感動をおそらく与えたいと思ってらっしゃるとすると、はい、それはものすごく
チャレンジングな感じが今受けまして、何か新しいそのエンターテインメントのですね、突破口がそこら辺にあるんじゃないかなと今思って、非常に今後頑張っていただければなと、はい、もう前回のそのね、ミトコンドリアっていう設定がものすごく面白かったですから、はい、まあ次回作もきっと設定はね、さらにまあミトコンドリアのまあもっと深い設定にはなると思うんですけども、はい、同じ題材で扱われるのかなと思っていたんですけどね。あ、パラサイトイブ2というような感じで、そうですね、まあ、パラサイトイブ書いた時にはミトコンドリアのことについてある程度あの中に入れたものですから、ちょうどやはり科学の分野で脳がですねものすごく発展してきていたもので、ぜひとも今のうちにちょっと脳を書いておかないと他の作家の人に取られてしまうとでだから私がまずとりあえず先に書いておいて、あ、そうですね脳の話とか聞いて、はい、絶対にこれは次にまたゲーム化させていただきたいなと、個人的には、はい、強く思っているんですけど、ぜひ読んで検討していただいてとんでもないです、もしなんかでもね楽しく読んでいただければ本当に光栄なんで、まあ、ぜひそのゲームの方もですね、はい、システムとしても映像としてもこう新しい切り口で負けないようにやりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。でもよろしくお願いしますって言っちゃったらまずいのです。